ト製薬公式 YouTuber のネバセイココロです。どうしたの？何よ何なの？弟の音ですって言いなよ。弟の音です。はい、実はね、まあ、ずっと気にはなってたんだけどさ、ちょっと挨拶長くない？何？今更すぎない？私ずっとこれでやってきたんだけど。いや3年目にも突入してさ、もうちょっとこうなんかキャッチーなというかさ、こうスッとこう入ってくるような挨拶とかにしたらどう？いいけど。じゃあ案があるってこと？俺が最初に名乗っちゃうとか。あー、なるほどね。やってみよう、ネバー、弟の音です。いや反応薄いでしょ。待って、もう一回やって。ちゃんとロート製薬ありがちロート製薬公式 YouTuber って言ってよ。何それをまず言うの？それは入れて、大事だから。わかりました。じゃあ行きますね。はい。ネバーロート製薬公式 YouTuber の弟のネバセイオトです。姉の心です。違うんだよ。これは順番がおかしいじゃん。なんで？だって、説明が多いわ。説明が多いと端的に行きたいのね。そうだよ、そう、ビシッとね。大丈夫か？いいんじゃない？こういうことでしょ。アイドルっぽいやつとかは？アイドルっぽいやつ。みんなー、ネバー、みんなのアイドル、ミル目薬のネバセイココロちゃんだよー。弟の音です。いやあんたアイドルやってよ。全然乗ってこないじゃん。お姉ちゃんめっちゃ頑張ってんのに。恥を捨てて。だって姉ちゃんの名乗りが長いって問題だから。だってしょうがなくない？入れなくちゃいけなくない？目薬の海からこんにちは、ネバセイココロです。さっきのアイドル引きずってるのそれ？でもちょっとめっちゃ個性あるくない？個性はあるけどね。目薬の海からこんにちは、ネバセイココロです。いいんじゃない？ちょっと待って、私ばっかだけどさ、音も個性出してやってみてよ。こう前につけたらいいじゃん。何つけたらいい？アイドルっぽいやつとか。ネバー、みんなの音だよ。ちょっと違うな、これは違うな。ちょっと待って、私もいいですねしかコメントできないわ。これはなんか、ただいまー、ロート製薬公式 YouTuber のネバセイココロのおかえりだよー。ちょっと、なんか今流れで言っちゃった。気持ちよかった。今気持ちよかった。おかえりだよーまで言っちゃう。なんか、いただきますとかで、ね、私が入って、ごちそうさまって言って、それ終わるやつじゃん。終わっちゃうか。はじめまして、スキンケア製品開発部兼広報 CSV 推進部所属、ネバセイココロと申します。よろしくお願いいたします。これ噛むな。これ毎回言ってたら噛むな。こんな挨拶の後にネバシーとか出てこれない。そんなノリじゃないもんね、私たちのチャンネル。そうだね、気軽にね。そう、気軽にだから、家族っぽいやつをもう一個出したいんだけど。家族っぽいやつ。そう、私たちならではの。姉の心です。弟の音です。いいじゃんね。いやー、いろいろアイデア出たね。どうする結局。まあ、俺さ、何どう、やっぱり何アイドル風なやつとか。いや絶対やらない。最後にじゃあ試しにやってみて。一回だけ一回だけ。絶対嫌だから。俺も続くから。じゃあ先にやってよ。嫌だよ、姉ちゃんが先に名乗って、で俺がその後に続くって感じだから。今まで通りにやります。今まで通りです。ネバーから始まってネバーで終わりますね。じゃあもうネバーの後にね、姉ちゃんがもしかしたらアイドル風の挨拶してくれるかもしれないね。生配信とかね、もしかしたらあるかもしれないですね。なんで皆さんぜひ要チェックです。しません。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ネバーと思った人はこちら、チャンネル登録押せネバーと思った人はこちら、Twitter を見ネバーと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。